湾岸戦争はこう呼ばれておりました。任天堂戦争。おはようございます。いつかやる社長でございます。さて今回は超ハイテクな兵器が大量に使われた任天堂戦争とも言われた湾岸戦争です。近代型の次元を超えた兵器を見ていきましょう。湾岸戦争は1991年からペルシャ湾に面する国々、今の中東で起きた戦争です。中東の国の一つイラクが隣国であったクウェートに侵攻したために始まった戦争ですが、戦ったのはイラク VS クウェートではなくイラク VS 世界だったんです。この戦いではアメリカを中心に35カ国からなる多国籍軍というものが組織され、イラク1カ国と戦ったんです。さてどうしてこうなったのでしょうか。少し複雑なのですが、ちょっと前の歴史から見ていきましょう。湾岸戦争が起こる約10年前までイラクはこれまた隣国のイランと戦争していました。この戦争の原因は宗教や民族的な問題です。9年間も戦争は続き、膠着状態になって話が進まなかったことで、略してイライラ戦争とも呼ばれておりました。このイライラ戦争、イラクのサダム・フセインは当時力を増すイランを抑え込むために強い国々を味方につけようと考えました。そこでイラクで大量に産出されていた石油を餌に世界中に支援を求めます。この石油と中東での利権獲得に支援を名乗り出したのがアメリカ、ソ連、ヨーロッパ、中国などです。こうして力を手にしたイラクはイランに猛攻撃を加えますが、イランも負けずに耐えます。こうして戦争は激しい応酬の繰り返しのまま9年間も続きました。そのうち相手国の石油のパイプラインを封鎖したり、石油を積み出す港に空爆をするという世界の石油経済に影響を及ぼすようになってきます。このままでは世界が大混乱になると、ようやく国連が仲裁に入り、この長く続いたイラク・イラン戦争は停戦を迎えたんです。停戦はしたものの、イラクは非常に困った事態になりました。戦争とは非常にお金がかかるんです。多くの国からお金を借りまくって何年間も戦っていたイラクに財政難という危機が訪れました。さらにアメリカが金がないんだったらイラクに送る食料の輸入をストップするぞと言い、ストップしてしまったんです。食料をアメリカに依存していたイラクはたちまち困窮してしまいます。さらに唯一の産出できる石油も当時値段がどんどん下がっていたために、もはやイラクの経済破綻は寸前でございました。しかしイラクにはそんな中大きな切り札があったんです。それは強い軍隊がいたことでした。さっきの戦争で多くの国から援助を受けていたイラク軍はなんと世界で4位の軍事大国に発展していたんです。軍隊が強く経済がボロボロの国が取れる方法は一つしかございません。そう、侵略です。そして1990年、イラクのトップフセインは突如経済的に豊かで石油の産出国だったクウェートに対して、クウェートはイラクの石油を盗んでるぞと騒ぎ、クウェートに軍隊を侵攻させました。こうして始まったのがクウェート侵攻です。世界4位のイラク軍の勢いは凄まじく、瞬く間にクウェート軍を蹴散らかし、そしてわずか20時間でイラク軍によってクウェートは支配下に置かれました。このイラクの軍事侵攻に国連は即時無条撤退を求めますが、当然イラクは受け入れられません。そこでアメリカが立ち上がったんです。このままでは友好国のサウジアラビアにまでに侵攻されかねないと、なんとかサウジアラビアを説得しアメリカ軍を駐留させます。そしてアメリカは有志の募って戦うぞと宣言し、これにヨーロッパやアラブ諸国が賛同し、次々軍がやっていきます。そうして膨れ上がって50万人にも及ぶ多国籍軍が誕生したんです。さあこの50万の軍でイラクの侵攻からアラブ諸国を守る作戦が発動。それがデザートシールド作戦です。砂漠の盾作戦と呼ばれた本作戦で多国籍軍を進駐させ、中東全域をカバーし、イラクに占領されたクウェートを包囲しました。この作戦に対抗するようにイラクの苦戦はとんでもないことを行いました。それは逃げ遅れた外国人を強制的に連行し、人質として軍や政府施設に監禁したんです。こうなると戦争が始まれば軍事施設や民間の施設に攻撃を行うことができません。これを人間の盾と言います。イラクは人質の解放を小出しにして戦いの準備を整える時間を稼いでおりました。この非人道的な行動は世界中から非難され、多国籍軍に味方する者が増えていきます。そしてアメリカはついにイラクに対して攻撃を加えるためにあることを行いました。それがナイラ証言です。クウェートから命からがら逃げ延びたナイラという少女がアメリカ議会で涙ながらにイラク軍の残虐非道さを世界に向けて証言します。
イラク軍は子供を殺し、病院にまで押し入り治療器具を全て奪い去り、さらに化学兵器まで使ったんです。世界の皆様、同族エイトを助けてくださいと。しかし実はこのナイラ証言、世論を味方につけようとしたアメリカの捏造だったんです。ナイラなんて少女は言いません。証言した少女も生まれも育ちもアメリカでクウェートに住んでいたことは一切ありませんでした。この少女の涙に世界の人々が同情し、イラク軍は許すましいと世論までもが多国籍軍の味方になりました。アメリカのプロパガンダの大成功だぜ。こうしてイラクは悪、多国籍軍は正義と世界に示し、1991年についに始まったのがハイテクだらけの湾岸戦争です。そして1991年1月の17日、ノーマン・シュワルツ国指揮のもと、多国籍軍による空爆デザートストーム作戦が始まります。さあここからハイテク機器のオンパレードでございます。この戦いで最初に活躍したのは最新鋭のアパッチ攻撃ヘリ。この攻撃ヘリはハイドラロケット弾やヘルファイアミサイルを装備し、最新レーダーを搭載、自動で敵を攻撃する火器管制装置に航空電子機器、さらには暗視装置まで積んだ最強ヘリコプターだ。これがまず敵のレーダー施設を攻撃、レーダー網に穴を開けるだけでなく、戦闘車両を800台も破壊しました。次に送られたのが攻撃機 F117、 通称ナイトホークです。これは当時最先端のステルス攻撃機です。イラクのレーダーでは探知できないステルス性を持ち、イラクの主要施設を次々破壊していきます。1300回の出撃にもかかわらず、一機もやられずに帰還を果たしたとんでもない機体です。イラク軍は見えない爆撃に怯え、四方八方に対空砲を乱射しますが、かすり傷一つ負わせることはできませんでした。さらにこの爆撃に使用された爆弾はスマート爆弾というものです。これは誘導爆弾と呼ばれます。目標にレーザーを照射すると、爆弾が勝手に目標に向かってドガーンと正確に飛んでいくものなんです。その誤差はなんと2メートルという正確さ。レーザー照射さえしっかり行われれば確実に目標を破壊したんです。この攻撃によってイラクのレーダーはもはや機能しなくなりました。これに続いて多くの攻撃機が穴だらけのレーダー網に潜って攻撃を行います。また航空機からだけなく、遠く離れた軍艦からの攻撃からはトマホーク巡航ミサイルというものが使われました。このミサイルはまるで飛行機のように飛んでいきます。山岳地帯や森をうまいこと迂回し、さらにコンピューターが搭載されており、入力されたデータと実際の風景を照らし合わせ、正確にそこに突っ込んでいくというものでした。一発1億5000万円のこの高級品、なんと湾岸戦争では400発以上もぶち込みました。まさに戦争は地獄だぜ。さらに敵を一番恐怖させたのがこのパイオニア無人偵察機です。この偵察機、攻撃は一切ありません。しかしこれが飛んできたところには、漏れなく大砲や戦艦からの艦砲射撃が降り注いできます。このドローンにイラク軍は投降する姿を見せ、どうか撃たないでくれと懇願するほどでした。現在のドローンの逆上げになるものもこの戦争では使われていたんですね。そしてこの戦争一番の大きな特徴は、こうしたハイテク機器による戦闘の映像が世界中のテレビで放送されたことでした。まるでゲームの画面を見ているかのように感じられ、この影響で当時世界的に人気を博したファミコンも相まって、この湾岸戦争はこう呼ばれておりました。任天堂戦争と。任天堂からしたらいい迷惑でございます。ですがこの戦争、実はもう一つ任天堂のエピソードがあるんです。この戦争で日本は戦闘に参加できず、その代わり多額のお金や様々な物資を送るということを行いました。その支援物資の中に兵士の慰問用にと発売されたばかりのゲームボーイも入っていたんですね。軍のキャンプでゲームボーイを遊ぶ兵士の姿がたびたび放送されました。しかしある日、運悪くイラクの爆撃がアメリカのキャンプにダーン直撃したことがあったんです。多くの建物が倒壊する中、なんとゲームボーイだけはボロボロになりながらも普通に稼働していたんですね。なんという恐るべき任天堂の技術力。僕の任天堂スイッチもたびたび落としますが、未だにピンピンしているぜ。そして38日にも及ぶ空爆が終わった後、ついには地上作戦、デザートソード作戦の開始です。ここでもアメリカはある陽動作戦を行いました。アメリカは地上攻撃はクウェートの隣のペルシャ湾から上陸して行うとマスコミにリークしたんです。これをスクープだーと喜んだマスコミが、これを次々報道していくと、それを監視していたイラク軍は当然ペルシャ湾に兵を集めます。しかしこれこそアメリカの陽動作戦でした。実際にはほぼガラ空きになったサウジアラビア国境から地上部隊を展開させ攻撃したんです。左から巻き込むように攻めたことで左フック作戦と呼ばれております。
この地上戦でもハイテク兵器は使われました。様々な暗視装置、赤外線装置、そしてこの戦争で初めて導入された GPS です。視界の引かない夜、全く同じ風景が砂漠地帯でも自分と仲間の位置が正確に把握でき、素早くそして完璧な進軍が行われたんです。さらにアメリカの最強戦車がここでやってきます。それが M1A1 エイブラムス戦車です。史上最強と謳われたこの戦車は劣化ウラン装甲で覆われ、多数の種類の砲弾を敵にぶち込みます。さらに射撃管制システムのおかげで命中率も恐ろしく高いときたもんだ。この最強の戦車が格の違いを見せつけたのが20世紀最後の戦車戦と言われた73イースティング戦車戦です。この戦いではアメリカの戦車隊が自分たちよりはるかに多いイラク戦車に包囲された戦いだったんです。敵の戦車よりはるかに強力なエイブラムス戦車が敵の攻撃が届かない位置からバンバン敵戦車を破壊しました。そして多少の被害は出たものの、なんとエイブラムス戦車は1台も破壊されることなくこの戦いに勝利するんです。空中戦、地上戦と圧倒的なハイテク機器を装備した多国籍軍になすすべはなく、イラクはここで壊滅していきます。そして地上戦からわずか4日後にはイラク軍は次々とクウェートから撤退していきますが、この撤退の渋滞をアメリカに狙われました。すし詰め状態で無用機の取れないイラク軍はアメリカの空爆を次々抜け、ほとんどが壊滅したんです。あまりの被害からこの道はデスロードと呼ばれておりました。こうして世界を相手にしたイラク軍は地上開始からわずか4日間でこの戦争で敗れていきました。その後は休戦協定が結ばれ、イラクの長い長い賠償請求が始まります。さらに国連によって破壊兵器などの管理が行われることとなりました。しかしイラク軍はこの戦いで実は主力を温存しておりました。そのために数年後にはアメリカとイラク戦争へと発展していきますが、それはまた別のお話でございます。というわけでこれが湾岸戦争でございました。冷戦以降の戦争は大きく変わりました。これからの戦争は宇宙、サイバー、そして無人機の戦争とも言われております。もはや SF の世界で行われる戦争、これが現実となっていくようでございます。というわけでこうした現在の戦争もこれからも解説していこうと思っておりますので、もしこの動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録、そしてコメント、あとツイッターもやっております。フォローの方よろしくお願いします。